ビールや発泡酒第三のビールを合わせた去年のビール類の出荷量は11年連続の減少でしたがビール単体の出荷量は19年ぶりにプラスとなりましたビール大手5社の発表によりますとビール類全体の出荷量は0.5%減少し11年連続のマイナスになりました少子高齢化による人口減少や若者のビール離れに加え 夏場の天候不順が影響したとということです一方ビール単体の出荷量は各社が例年より多くの新商品を発売したため0.1%プラスとなりました前の年を超えたのは1996年以来19年ぶりということですまた発泡酒は0.3%プラスとなりましたが第3のビールは1.7%のマイナスでした